習近平の視察時、古書による反乱の前兆。東高の逮捕、王岐山の運命、いかに、林氷事件再来か。中共軍、台湾を侵攻準備、アメリカは警告。台湾人の8割、台湾を防衛する意思あり。各位 習近平が広東省を視察していたとき四川省では不思議な現象が発生しました中国メディアの報道によると10月13日午後四川省綿陽優先区儀上鎮の住民王裕福氏は中庭の井戸が突然温泉に変わったことを発見しました湯気がほかほか立ち上っており測ってみると井戸の水温は70度にも達しており今までこんなことはなかったといいます 中国個人は天神官能を重んじます東代の先生術の著作「戒元宣教」では「地経を引用し井戸の中の木が直上して天まで登り王が民間を回るとき国が大不況に陥り挙兵が起こると叙述しています今年に入って不思議な現象が頻発しています中国旧暦の下始6月21日100年に一度の珍しい金環日食が発生しました 日食はまた、虫歯むという字も当てられますが、中国の古書によると、日食は不吉な前兆であり、天下太平の時は日食が発生しません。もし発生したら教示があり、無本や反乱、あるいは戦争、洪水や干ばつの前兆だとされています。しかも、今年発生した金間日食では、太陽の99%以上の面積が遮られました。おつみ線には、シージンワンティーンシア、 非常に厳しい災難が発生し中共体制が滅亡の際に遭遇することを指し示します現在中共中央委員会第5回全体会議五中全会が開催されようとしており中南会の内部闘争はかつてないほど激しくなっています最も激しく争っているのはやはり公派と宗派です 新聞観点の司会者李木陽氏は番組の中江沢民と宋啓公は中共第19次全国代表大会で習近平の周囲に王をこね・コネ関寛と張洛西など3つの爆弾を仕掛けまた次々と習近平に罠を仕掛けたと分析しました近年の貿易戦争搬送中運動台湾選挙中共ウイルスによるパンデミック等々 この3人は習近平に一生懸命罠を張り習近平はその罠に深くはまっています党と権力を守るという言い方に目をくらませ現在は四面楚歌の境地にまで追い込まれていますここで中共の権力闘争の中将来発生するかもしれない林平事件に注目してみます王毅山の運命が予測不能な状態で新たな林平事件が発生するかもしれません 10月に入ってから米国ではオクトーバーサプライズが発生しています10月に入ってから2日目五中全会前夜に中国でも中国の特徴を生かしたオクトーバーサプライズが披露されました習近平の元盟友である王貴山の部下中期位巡視船員である東高が中期位に連行され調査されています東高の前王岐山の親友や部下が次々とトラブルに巻き込まれています 外部では王貴山は王山本当に窮屈な状態だと考えられています中国問題の専門家である陳博氏の分析によると州は就任後最初の5年間は王妃山と緊密に協力し王は州の権力強化に貢献しましたさらに州王体制とまで呼ばれていました今州と王は突然仲違いしており体制内の情報によるとその理由は3つあるといいます 1, 1王妃山は州がその口で米国と達成した貿易協議を繰り返し破壊し貿易戦争が絶えずエスカレートしていることに賛同しません2王は州の香港に対する好き勝手な対応に賛同しません2019年9月香港人が抗争していた際王妃山は広東省を訪問し 物議を醸している逃亡犯条例を撤回するようキャリー・ラム行政長官に働きかけました当時の王の挙動は大胆に自分で決め戦山抗争した可能性が高く州の恨みを買いました32020年1月中共ウイルス爆発後中共党内には王紀山に対し再び表に出て消化隊長の重責を担うよう力強く推薦する人がいたことが 衆の疑いと妬みを買ったため州はそれを断固として阻止しただけでなく悪意を持って報復し自分の人当時上海市長だった王優と王岐山の側近湖北省統一書記だった肖長領を交代しました陳氏はこう述べました「任司教は習近平を痛烈に批判した後に逮捕され重刑を言い渡された」 これは州と王の関係が完全に決裂したことを意味する州は王を倒そうとしていますが当初選択的に行われた反腐敗で党内の多くの長老を怒らせたことの責任を王にかぶせさえすれば江沢民派の力を借りて王を打ち倒すことができます陳氏はこう述べました「もし州が公派を利用して王喜山を倒せば」 これは現在の中京上層部の権力闘争の究極のものになるだろうしかし一旦発生すると国内外にもたらす衝撃は当時毛沢東が林兵を追い出し913事件を作り出したことと同じくらいになるだろうつまり王を打倒することは州時代の林兵事件になるもう一つ御中前会の前夜中南会ではまた一匹の虎を撃ちました 中共中央規律検査委員会のウェブサイトは10月17日中共農原局の闘争メンバーであり同局副局長の劉煌華が重大な規律違反と法律違反の疑いがあり規律審査と監察調査を受けていると通告しました劉煌華は今年失脚した16人目の中共副部レベルの高官であり 10月1日の連休以来失脚した2人目の副部レベルの交換となります中共農原局は長期にわたり後派に制御されており腐敗の巣窟と指摘されています次のニュースです中共解放軍が台湾への侵攻を準備しているのに対しアメリカが警告しました最近中共軍機は頻繁に台湾に干渉しています10月16日台湾の空軍司令部は 台湾南西の防空識別圏に中共軍機が2度侵入したと発表しましたこれは9月16日以来19回目の中共軍機による干渉です香港英字市サウスチャイナ・モーニング・ポストが18日北京の軍事関係者の話を引用し中共人民解放軍は東南海岸沿いのミサイル基地に最新鋭の極超音速滑空ミサイル「東風17」を配備し 数十年前の短距離弾道ミサイル、東風11と東風15から徐々に更新しています。解放軍は海域で一連の軍事演習を行い、台湾に圧力をかけており、軍事評論家と消息筋は、北京が台湾を侵略する準備を命じた可能性が高いと見ています。オブライエン米大統領補佐官は16日、中共に対し、武力で台湾を侵略し、 一旦アメリカが介入すると中共は非常に危険な状況に陥ると警告し米国は世界各国と手を組んで反中連合を結成し中共を孤立無縁にさせ国際孤児にさせると述べましたまたオブライエン氏は1950年前後に中共が台湾海峡の金門島を侵攻すべく起こした金門戦役と金門砲戦で中共は敗北を喫している 特に金門戦役では中共軍が全滅したと歴史を持ち出し中共に警告しました最後のニュースですラジオフリーアジアの報道によると習近平が13日台湾に近い広東省長州市に駐留する海軍陸戦隊を視察し全身全霊で戦争に備えよと兵士らに指示しました 14日、関東省新鮮市の危機管理当局、市応急管理局は、災害に備えるための指導と称し、新鮮市家庭非常備蓄品推奨リストを発表し、同リストは基本版と拡張版に分かれています。基本版には、非常事態用の道具、緊急時の医薬品、多機能懐中電灯、救命用ホイッスル、消火器、レスピレーターなどの非常用アイテムを挙げ、 拡張版は食料、日用品、貴重品、書類などをリストアップしました。リストが公開された後、中国のネットユーザーは、福建省アモイ市で戦争が起きるのかと疑問を呈しています。福建省に住む学者の林氏は、州氏の海軍陸戦隊視察も、新鮮政府が講じた一連の措置も、すべて国民に見せた章だ。 中国当局は戦争をしたくないのに戦おうとするふりをしている今までずっとそうだとの見方を示しました台湾では台湾民主基金会が10月16日2020年台湾民意価値とガバナンスの最新の世論調査を発表しました調査は5月6日から10日まで行われ携帯電話や固定電話により合計1226個の回答を得ました その結果、中共が台湾を攻撃した場合、8割もの台湾人が台湾を守るために戦争に行くという結果が出ました。台湾政治大学選挙研究センターの蔡家王主任の分析によると、台湾を守るために戦う意思のある大半は若者で、民進党寄りが多く、戦う意思のない人は40歳以上の中年層が多く、国民党寄りだと語りました。蔡家王氏は、